株式会社エルム観光バスは北海道北広島市に本社を置くバス会社。免許取得は1967年10月、2015年に入り、富山県に本拠地を置く大和トランスポート参加となった。貸切バス事業は通常は札幌運輸支局管内及び苫小牧市での発着が認められているが、 貸切バス事業者安全性評価認定制度による有料事業者に限定した営業区域の弾力的な運用により北海道全域となっている。2008年に解散したブルーバスグループに加盟していた。保有台数は大型バス28台、中型バス2台。ベース車両は大半が日のセレガであり、中でも生産台数の少ないセレガ GT を8台保有し、 セレガイフリーはシアタールック仕様の特注車を保有。ブルーバスグループ解散後はイスズガーラを中心に導入されている。カラーリングはブルーバスグループカラーを採用されていたが2005年導入車よりオリジナルカラーを採用。クリスタルの相性があり除菌バスシステムが導入される。車両グレードによりさらに細分化され、ミヤビは2列シート車、スーパーは三列シート車。 ゴールドはシートピッチ拡大車、シルバーは一般車に付けられている。大和トランスポート3回り後の2016年導入車からは新たにイルカ交通が出資する貸切バス共同受注会社クローバー交通カラーを採用した。なお、同社からの転入車両である戦術の宮火のみイルカ交通標準カラーのまま運行されている。ありがとうございます。